つまでに出していただけますか。安倍内閣総理大臣。現在のところですね、いつまでということはお答えできません。今、検討しているということでございます。玉木さん。もう時間が来たので終わりますが、実質賃金が一体いくらなのかがわからないと、先進国として恥ずかしいですよ、これは。いや、それはもう賃金上昇率は毎月ごとわかってますから、その元になる去年から一体ですね、これ毎月勤労統計に基づいて賃金水準がどのように変化したのかっていうのがなぜわからないんですか。まあ、とにかくごまかすことに救急とするのではなくてですね、その真実をしっかりと国民に伝える、そういうことに全力を挙げてほしいと強くお願い申し上げて質問を終わりたいと思います。この際、須田武史さんから関連質疑の申し出があります。玉木さんの持ち時間の範囲内でこれを許します。須田武史さん。はい、委員長。須田さん。国民民主党の須田武史です。本日は44分間お時間いただきました。質問をさせていただきます。さて、パネルの方を用意しましたのでご覧になってください。こちらは大手新聞の報道などをもとにですね、私の方で作成したものなんですが、今回昨日から毎月勤労統計について、問題になっております。しかしこの問題が、起こる、1月、この時にですね、違法な抽出調査を改めることがなく賃金水準をかさ上げするための復元処理が開始された。その後国会ではどういうことが起きたのか。2月3月4月5月、発覚した政府の不祥事等と書いておりますが、2月には裁量労働制をめぐるデータに多数の不備が見つかり、3月には財務省で首相夫人に関する記述のある森友学園への国有地売却に関する決裁文書が改ざんされた。そして4月には防衛省で不存在とされていた陸上自衛隊イラク派遣の日報が存在することが明らかになった。5月には柳瀬首相秘書官が前年7月の国会答弁を翻し、加計学園関係者と首相官邸で3回会ったという答弁もありました。こういう不祥事が次々と発覚する中で、特に3月の森友問題、あるいは5月の加計問題、これらは安倍総理自身にも関わる、そして身体にも関わる重要な問題でありました。こうしたことについて、前代未聞の不祥事が起きているわけで、国権の最高機関である国会への冒涜行為、そして国民への背信行為が行われていたわけです。通常であれば、その時点で政府のトップである安倍総理は引責辞任してもおかしくありません。なぜ総理の座にそのままとどまり続けることができるのか。この点につき、国民に対し、改めて総理の説明を求めたいと思います。よろしくお願いします。内閣総理大臣、安倍晋三さん。ただいま質問の中でですね、いわば復元したことについてですね、事業所のサンプルを過小に取っていた、3分の1しか取ってなかったものを復元したことを、かさ上げして大きくミスという、質問がございましたが、それは間違いではないでしょうか。つまり、それが正しくされていなかったがためにですね、今回、雇用保険においても、あるいは、労災保険においてもです、専用保険においてもですね、給付をしなければいけない事態になっていたわけでありまして、それがしっかりと、そういう復元もされていたらですね、これはまた違った、いわば正しい結果に近づいていった。もちろん、全調査することが正しいわけでありますが、復元するということにおいてはですね、それに近づけている行為でありますから、しかし、まあ、それをやったときにですね、全調査に変えるべきであったし、隠していたということは、もうお詫びをしている通りでありますが、復元自体が間違った行為ということは、それは、いかがなものかと、また政府がそれを意図的にやったかのごとくの指摘はどうかということであります。まあ、いたしましてもですね、ご静粛にお願いします。いたしましても、行政に対するですね、静かにしてください。いたしましても、まあ、行政に、この対するですね、この信頼を取り戻すため。答えてませんが、今総理が反論されたことについて、私も再反論したいと思います。私は賃金水準をかさ上げするための復元処理。いうふうに言いましたけれども、
大きく見せるためということは言ってません。ただこれ賃金水準をかさ上げすることになるのは誰が見ても明らかなんですね。1500の大企業のうち500しかサンプルを取ってなかったのを1500全部通常のやり方で取ればかさ上げすることは客観的に明らかなんです。それは誰もが分かっていることなのでこういう表現になっています。そのことは置いとくとしまして、私がお尋ねしたのはこれだけの大きな不祥事がありました。国会への冒涜行為、そして国民への背信行為がある中で、総理はなぜ未だに総理の座にとどまっていられるのか、そのことについてご説明を求めたわけです。この点についてお答えください。安倍内閣総理大臣。今後ともですね、先ほどもうすでに答弁をさせていただいたところでございますが、これまで5回の総選挙があり、その中で大きな勝利を得させていただいたところでございます。その上において、静かにお願いします。その上においてですね、国民の皆様から負託を得た、この負託に応えていくことが私の責任であろうと、このように思っているところでございます。志名さん。ちなみにですね、この赤で書いてますけれども、財務省の文書改ざん、あるいは柳瀬首相の虚偽答弁だったこと、これはですね、柳瀬首相秘書官ですね、虚偽答弁だったことは、一昨年の総選挙の後に発覚してるわけですね。だから国民に対する背信行為だということは、そのことも含めて言ってるわけです。で、当時ですね、去年、こうした問題が発覚したときに、総理は海を出し切るという言葉を頻繁に用いられていました。国会図書館で調べてもらったら16回、公の場でこの表現を使っておりました。昨年6月25日の参議院予算委員会では、我が党の浜口誠議員が、海を出し切るとはどういう意味かと尋ねたのに対し、行政をめぐる様々な問題に陳謝した上で、総理は次のように答えられました。各々の事案についてどこに問題があったのかを徹底的に解明し、そして二度とこのような問題は起こらないように、再発防止に傾注する、徹底的に解明ということもこの時言われております。ところが、表を見てください。6月以降、毎月勤労統計に関する違法不当な行為は行われ続けています。6月には、1月に違法な抽出調査、これを改めることがなかったわけですけれども、東京について。こうしたやり方をですね、神奈川や愛知、大阪でも右へ倣えでやるような、そういう通知を発出したり、9月には総務省の統計委員会において、賃金の高い伸び率について、虚偽の説明を厚労省の役人の方がされている。また12月には根本厚労大臣が、こうした問題を認識した後も、20日間にわたり1月になっても公表してなかった。1月には監察委員会による厚労省職員への聞き取りの大半に同省幹部らが関与していた。こうしたことが明らかになっているわけです。総理が16回も海を出し切るという発言をしているのに、厚労省はこれを嘲笑うかのように海を垂れ流し続けています。この点についてどうしてこんなことが起きてしまうのか、総理の見解を伺います。安倍内閣総理大臣。今委員はですね、確かに我々こうした問題がですね、このセーフティネットの信頼を損なう事態となっていることについて国民の皆様にお詫びを申し上げたわけでございますが、問題の深刻さにおいてはですね、これ市内委員、まるで安倍政権になって急にこれ全てが起こったかのごとくのご指摘でございますが、それは違うわけでございまして、これは15年間にわたってですね、いや、それはこう言われるのは嫌かもしれませんが、事実を申し上げております。15年間に、すいません、答弁中ですから、質問席からやじらないでいただきたいと思います。聞かれたことに答えてください。今質問中です。いくら、いやいや、質問中、答弁中でございまして、答弁中でございますので、よろしいでしょうか。今、ご質問があったからお答えをさせていただいているわけでありまして、誤解を与えるような質問に対しましては、それをですね、国民の皆様に、分かりやすく説明するのは、もう、それも。過去の話を延々と話されましたけど、私は去年6月ですね、まさに総理が海を出し切ると、再発防止に努めると
こういう